コメントでこういう感じのシチュエーションとか見たいよっていうのをちょっと送っていただいて、それに合わせてこう動画を撮るっていう企画でございますので、こういうメンズのシチュエーション見たいよとか、あとなんだろうな、こういう圧迫してくるやつを倒してくださいとか、そういうのですね。あ、なんか一般的なあれですね、なんかめちゃめちゃタバコをヘラと吸ってるやつとかを煽ってくださいとか、そういうのでも全然いいんですけど、スティーブ・ジョブズみたいな感じで今やってます。少し面接日を間違えてしまった、いいですね、面接日を間違えてしまったという感じで、佐々木さん、今日は、7月ですかね、ちょっと行けるかな、普通にミスったら取り直します。フライになるかも。本日面接に来ました小泉と申します、よろしくお願いします。え、面接は本日ない、いや、しかし本日、いや、え、会議中だから黙れ、いやいや、本日面接に来た、え、だって会議よりその就活の方が大事じゃないですか、面接の方が、いや、まあ、会議も大事かもしれませんよ、それはもちろん。え、そもそも面接日今日ですよね。いやいや、ちょっと待ってくださいよ、ちゃんとメモありますから。こちら、ほら、本日ね、まあ4月3日ですよね。7月ですね。ほう、はい。7月だから来たんですよ。はい。いやいや、本日7月だから来たんですよ。今日だから面接日だと思ったから、思ったというか面接日だから。いやいや違いますよ。じゃあ、わかった。あんたあれですね。海外の方ですね。多分日付の感覚違うんですね。日付変更線またいで来てますね。多分違いますよ。私があって携帯に書いてあるんですから。今日ほら。4月ですって、ほら4月日って書いてあるんですから、そうですよね、私間違ったことありませんから、私人生で間違ったことはございません。はい、はい、いえいえ、見せませんよ、このメールとか見せません、見せません。はい、書いてある、書いてありますから、はい、書いてありますよ、7月日って書いてありますから、合ってます、僕は間違ったことございませんから。はいはいはい、あ、分かりました。そうやってあんた方っていうのは、人が間違ってるってことをすぐ言う、人の自分のミスを認めずに人の間違いばかりを指摘する、そういうことだから社会っていうのはね、よっ、ジーザス、ジーザス、これでいきましょう。これでちょっと難しいっすね、この企画は。ちょっと今後はやらない非常に難しかったですね、非常に。特にそうなんですよね。いや、ありがとうございます。でも本当に楽しかったですね。